週の注目レースを生中継でお送りします。はい、じゃあいただきます。史上最強のマシンが緊急事態に対応します。密着世界の究極マシン、火曜夜10時。ピーちゃんおかわりありますから。無人機への評価は高まり、戦場における役割は見直されました。安全な場所から遠隔操作でき、兵士の代わりとなって働く無人機は大勢の命を救っています。リモコンによる遠隔操作で敵に近づき爆発しました。画期的なアイディアでしたが、ドイツの他の秘密兵器と同様、戦況を変えるほどのものではありませんでした。ゴリアテには様々な弱点がありました。重さがおよそ360キロで運搬が困難だったことと、装甲が薄かったことです。ケーブルが切れることもありました。現在、軍用ロボットによって戦争のあり方に変化が起きていますが、専門家は変化は始まったばかりだと見ています。今は最先端の無人機も、やがては時代遅れになるでしょう。自動車が誕生したばかりの頃は馬なし馬車と呼ばれました。現在の無人機は当時の自動車と同じ段階にあり、その本質より無人である点に注目が集まっています。無人機の今後を知るのに最適な場所がアリゾナ州のオート・フワチューカにあります。マスターし、アメリカです。アメリカ海軍が開発したこのジェット機に未来へのヒントがあります。魅力のない X47 ワイルドブルーベリーです。空飛ぶ円盤のようです。航空母艦の甲板で離着陸でき、燃料補給は自動で行えて、1回の充填でおよそ3860キロ飛行可能です。近くまで加速できます。攻撃能力も優れています。さらに発見されにくいようにステルス技術が使われる予定になっています。海軍の長期計画が予定通りに進めば、間もなく実戦に投入されるでしょう。エアロバイロメント社の手のひらサイズの無人航空機ナノハミングバードは、単三電池1本より軽量です。窓や廊下、どこでも偵察できるよう設計されています。小さな体ながら、カメラで撮影したリアルタイム映像をオペレーターに送ることができます。偵察方法の進化に終わりはありません。今後は無人ヘリコプターも増えるでしょう。ファイアスカウトもその一つ。ノースロップグラマン社とベルヘリコプター社が開発を続けています。無人ヘリが使われ始めています。例えば海軍の水上艦船から旅立ったり、ターゲットのところに飛んで行って、漁船か海賊かを調べたりといったことです。駆逐艦の